ドラムは、ランバス D ラムの略で、ランバス社による、基本設計で同社がライセンスする、スタラムモジュールの方式の一種である。バスのビット幅を制限する代わりに、一筆書き上の配線によって実現される、高速性などを特徴とする、設計の発展により、ベースランバス D ラム、コンカレントランバス D ラム、ダイレクトランバス D ラムなどがある。総称して、あるいは単に、ランバス D ラムとも呼ぶ。 特徴に、バスのビット幅を制限する代わりに、一筆書き上の配線によって実現される高速性などがあったが、メモリモジュールを取り付けない空きメモリスロットに、配線のみのダミーのモジュールを付け、配線のターミネートを管理しなければならないなどの利便上の欠点などから、パーソナルコンピュータ用としては広く普及するには至らなかった。 ドラムをサポートする最初の PC 用マザーボードは1999年に登場した。これらの製品は PC-800 ドラムに対応しており、400MHz 動作で 1600MBS の転送速度を184ピンのリム、ホームファクターを用いて提供した。クロック信号の立ち上がりと立ち下がりで転送するダブルデータレート方式であることもあり。 400MHz のラムバス規格は PC800 という名前となった。これは以前の規格 PC-133 スタラムより大幅に高速であった。PC-133 は 133MHz で動作し、64bit の168ピン、DIM、MM、のホームファクタで 1066MBS の転送速度を提供した。 ヒートシンクが統合されたドラムメモリさらにマザーボードがデュアルあるいはクワッドチャンネルのメモリサブシステムを備えている場合すべてのメモリのチャンネルは同時にアップグレードする必要があった16ビットのモジュールが1チャンネルのメモリを提供し32ビットのものが2チャンネルを提供したこのため16ビットのモジュールを受け付けるデュアルチャンネルのマザーボードは リムをペアで着脱する必要があった。32ビットのモジュールに対応した。デュアルチャンネルのマザーボードは1枚ずつリムを着脱することができた。モジュール使用、編集ドラム18ニュースニンテンド64に実装コンカレントランバス D ラムは1996年のニンテンド64をはじめとしていくつかのビデオゲーム機で使用された。ニンテンドのゲーム機は点五ミブの9ビットバス。 266MHz ダブルデータレート動作のドラムを使用し、500MBS の転送速度を提供した。ドラムの簡素な設計のおかげで、N64 は広いメモリ転送速度を確保することができた。またドラムの狭いバス幅のおかげで、ボードの回路設計者は単純な設計手法を使用し、コストを最小限にすることができた。しかしながら、高いアクセスレーテンシのため、 ドラムのメモリは好まれなかった。N64 では、ドラムモジュールは、パッシブのヒートスプレッタ部品により冷却されていた。また36ピンメモリ拡張コネクタを持ち、ターミネータパックを取り外して、代わりに、メモリ拡張パックを挿入することで、合計9ミブに増設できた。タードドラムプレイステーション2に実装ソニーは、プレイステーション2で、ドラドラムを使用した。 PS には3 2 m ブのメモリを備え、デュアルチャンネルの構成を実現したため 3200MBS の転送速度が利用可能であった。PlayStation に発売時のパーソナルコンピューターで主流であった p c 1 0 0ス t ラムが 800MBS 程度であったことを考えると相当に高速であった。PlayStation3 はドラムの後継と考えられるランバス社の XDR DRAM を 256MIB 使用し、8倍速転送の 400MHz64bit バスにより、3.2GHz の速度で2 0 4 8 g b ット S という高いデータレートを実現した。シーラスロジックは、ラグナグラフィックチップファミリーの3つの製品で、コンカレントランバス DRAM のサポートを実現した。 2D のみの CLGD5462 と 3D アクセラレーションも可能な 2D チップの CLGD5464。さらに AGP 接続に対応した CLGD5465 であるドラムはその高い転送速度により潜在的に高速である。上、コスト面での利点を提供した。このチップはクリエイティブのグラフィックスブラスター MA さん。 XX シリーズなどに用いられた。他には、東芝、クロマティックリサーチなどが開発した、エンパクトメディアプロセッサがある。最初のエンパクトは、DVD デコードを担当する単なるコプロセッサであったが、後継のエンパクト2では、VGA 機能を有し、名目上のビデオカードとなった。エンパクトでは9ビット幅で4.5ミブのランバス、DRAM が接続されたが、 エンパクト2では18ビット幅で4.5ミブ内支給、ミブのランバス D ラムが接続された。現代の他のメモリ規格と比較して、ラムバスには若干の0点子の増加と、発熱、製造上の複雑さとコストの高さがある。ドラムの大きな大サイズを批判するものもおり、16、M ビットで10から20%、64M で約5%のインターフェースのためのペナルティが、 必要である。PC-800 ドラムは45ナノ秒の0点子で動作するが、これはその時点での対抗する他の D ラム技術より高い冷天子であった。ドラムのメモリチップは、スタラムのチップよりかなり大きな熱を排出し、すべてのリムにヒートスプレッターを必要とした。ドラムは、それぞれのメモリチップにコントローラーを内蔵しており、ノースブリッジ上に配置された。 単一のメモリコントローラーを使用するスタラムに対して製造上大幅に複雑であった。ドラムは高い製造コストとライセンス量のため PC-133 スタラムと比べ2から3倍の価格であった。2000年に登場した PC-2100DDR スタラムは クロック速度 133MHz で動作し、184ピンの DIM フォームファクタを用いた64ビットバスで 2100MBS の性能を提供した。複数のリムを一つのメモリジャンネルに装着する場合、パフォーマンス上の影響は、スタラムの設計より大きく、スタラムのマザーモードでは、経路が1から2チップであるのに対して、ドラムでは、遠いメモリモジュール上のチップは、 メモリコントローラーの近くに物理的に配置された全てのメモリチップ上を通らなければならない。上、クリムしたドラムメモリモジュールごく一般的なラムバスメモリコントローラーの設計ではメモリモジュールを2本をセットとして装着することが前提となる。残った未使用のメモリスロットはクリムを装着しなければならない。クリムモジュールはメモリの容量を増やすものではなく マザーボード上で信号が反射する集端が生じないよう、集端抵抗に対する信号を伝達するためだけに働くスカジーのターミネーターに相当するものである。右の画像はクリムモジュールを示す。インテル840、インテル850、インテル860チップセットの登場に伴い、インテルはバス幅を32ビットに増やすことで転送速度を2倍にした。 デュアルチャンネルの PC-800 ドラムのサポートを追加した。その後、i850E チップセットでは PC-1066 ドラムが導入され、デュアルチャンネル時の合計転送速度を 4200MBS に拡大した。2002年にインテルは E7205 グラニベチップセットを発表した。デュアルチャンネルの DDR を導入し、対抗するドラムより、 若干低い0点子で 4200MBS の合計転送速度で提供している。ドラムで 800MHz の速度を達成するためには64ビットのバス幅を持つ現代のスタラムディムとは異なりメモリモジュールは16ビットバスでしか動作できない。さらにインテル820の登場した当時のドラムモジュールは全ての製品が 800MHz では 動作できず遅いクロックでしか動作しないものもあった。1998年に実施されたベンチマークテストでは大半のアプリケーションがドラムでは低速に動作した。ドラムは馬ではスタラム製品よりわずかに高速であったもののインテル820はローエンドの製品ではなくまたリムを使用するローエンド製品は開発されなかった。このためこの利点はエンドユーザーにとっては 無意味だった。1999年、インテル840インテル820インテル440バイト X を使ったベンチマークでは、ラムバスチップセットを用いたことにより得られる性能の向上は、ワークステーションの用途を除き、440バイト X チップセットと PC、PC-133 スタラムに対して大幅に高い値段を正当化できるものではなかった。後に二千二年、 シングルチャンネルの DDR スタラムモジュールがシス648と組み合わせた場合、実際のアプリケーションでは、デュアルチャンネルの 1066MHz ドラム構成のインテル 850E ときっ抗することが示された。さらに、デュアルチャンネル DDR400 スタラムモジュールを使用可能なチップセットが登場しようとしていた。1996年11月、ラムバスは、 インテルとの開発及びライセンス契約を結んだ DDR スタラムと比較した場合のドラムの優位性を認識し、インテルはウィンテルの開発コミュニティに対し自社のマイクロプロセッサにラムバスメモリーインターフェイスのみサポートする声明を発表し、インテルはラムバス株を100万株、1株10ドルで購入する権利を与えられた。1998年、インテルは ダイレクトドラムの導入を加速させるため5億ドルの資本投資をマイクロンテクノロジーに対して行うことを計画した。その他の投資として1999年のサムスン電子への1億ドルの支払いなどがある。移行の戦略としてインテルは将来的にインテル 82X チップセットで メモリートランスファーハブを用い PC-133 スタラムリムをサポートすることを計画した。2000年、インテルは MTH の搭載されたインテル820マザーボードをリコールした。MTH は同時にスイッチングを行う際、不明の理由で停止したり、突発的に再起動させる電気的なノイズを発生させたためである。これ以降、インテル820のマザーボードが MDH を搭載することはなかった。2000年、インテルは、リテールの Pentium 4 CPU に2枚のリムをセットに、して販売し、ドラムを援助した。しかし、インテルは、その翌年の2001年から徐々にラムバスへの支援を、打ち切り始めた。2003年、インテルは、インテル865及び、インテル875チップセットを発表し、ハイエンドチップセットとして、 インテル850を置き換える製品として位置づけた。さらに、将来のメモリのロードマップには、ラムバスは含まれていなかった。ドラムを生産するライセンスを取得した D ラム製造会社は、ほとんどなく、技術ライセンスを取得した会社も PC マーケットの需要を満たすだけのリムを生産することに失敗し、メモリが高騰した2002年ですらリムが、スタラムディムより高い価格設定となった。 ドラムが加工線をたどる中、DDR はスピードの面で発展し続け、しかもドラムより安価であった。当時、DDR スタラムで繰り広げられた大規模な価格競争により、DDR スタラムは製造原価かそれ以下で販売された。ドラムのサプライヤーが一枚一枚のモジュールごとに良い、利益を出す一方、DDR スタラムのメーカーは大規模な損失を出した。 現在でも生産されてはいるが、ドラムをサポートするマザーボードはほとんどない。2002年から2005年の間、ドラムの市場シェアが5%を超えることは一度もなかった。2004年にはインフィニオン、ハイニックス、サムスン、マイクロン、LP だが2001年に固定価格への操作を行ったことが明らかになった。問題の企業は犯行を認め、後に罰金を課された。 価格操作の目標は不公平な市場戦略によりドラムを市場から抹殺するためであった。複数のメモリ製造企業が在場を認め、ラムバスに数百万ドルの支払いを行った。ありがとうございます。